はい、ということでですね、この4つを掘り出したいなと思います。あ、オスだね。そして背中なんですけど、どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。さあ、どっちから来るでしょうか。右か左か。今日はグー。はい、ということでね、いつものように動画を撮り始めたわけですけども、そうですね、今花粉がですねピークなのかな、めちゃくちゃ痒いですね。僕はですねコンタクトレンズつけてるんですけど、なんとですね目がですねコンタクトレンズを拒否してきます。外そうとして、すげえ、これはね去年はなかった、今年になって急にその症状が出た感じ、かなりきついのかな。いや本当にね、もう人より多分ね 2,3 倍は花粉症きついと思うんですよ。なんでもうこの時期ね、もう本当大変だけども、山が好きなんで花粉に侵されながらでも山は行きますけどね。はい、ということでね、今日はですね掘り出しというやつをやっていきたいなと思います。掘り出すのはこの子たちですね。登場してもらいましょう。じゃっちゃかじゃーん。はい、じゃっちゃかじゃーん。はい、じゃっちゃかじゃーん。上からじゃっちゃかじゃーん。ドスン。はい、ということでですね、この4つを掘り出したいなと思います。これはね何かというとですね、ベルティペスヒナカブトです。エクアドルのヒナカブト、そんなに高くないのでおすすめの種類ではありますね。だいたい3000円とか4000円とか、まあ、まあ高くても5000円ぐらいのもんじゃないでしょうか。そのぐらいで買えるような、こうとてもこうリーズナブルなヒナカブトちゃんでございます。オハウスエボシヒナカブトっていうちょっとお高いのがおりまして、このオハウスエボシヒナカブトにちょびっと似てる感じがしますね。胸郭、胸の角のあたりがね、なかなか面白い子ですよ。はい、ということで今日は掘り出しですね。皆さん一緒に頑張っていきましょう。やった。ではまずこの子を掘り出ししたいなと思います。開けますよ。はっ。さあ、結構前なんでパラパラですね。3月の上旬にはね羽化してます。行きましょう。おー、結構食ってますね。さあ、オスが出てきてくれたら説明はしやすいんだけどな。どうでしょう。あれ、おりませんな。どこ行ったんすかね。もう出てます？出てないですよね。あ、あー、はい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 。どっからどう見てもメスですね。取りましょう。ほっ。いやー、ちっちゃいなー。はい。ピンボケしてます？はい。これがベルティペスヒナカブトのメスちゃん。この前ちょっと登場したかな？はい。そんな感じです。どうでしょう？かわいいですね。このなんかこう、角度によってこう、羽の色とかの反射が変わるという、こういうなんかこう、絵みたいなのありますよね。角度によってこう、絵が変わるみたいな。あんな感じ。ほら、すごくない？ほら。これはね、産毛が生えてるからなんですよね。多分ね。結構適当なこと言っちゃって。はい。なかなか面白いんじゃないかなと思います。ほら。ほら。はい。こんな子出てきました。ちょっと測ってみましょうかね。やった！はい、ゼロ表示でございます。行きましょう。こういうのはこういう感じで測った方が楽は楽です。もうちょっと頭上げてくれたらいいんだけどね。はい、こんなもんでしょうか。この子サイズは 26.8。 うん、まあ、ベルティベスはそんなもんですよ。はい、ということでベルティベスメスちゃん、なかなかいい感じでございますね。かわいいかわいい。いい感じで出てきてくれてありがとうございます。一匹ぐらいはオス出てきてほしいとこですね。行きましょう。はい。
食ってますね。いきまーす。もうパサパサですね。簡単に掘れてしまいます。さあそろそろ出てくるだろう。まだですね。豆も興奮しておりますが、出ました？あれ動いてる？まだですかね。あれ？よくわかんねえ。あれどこにいるんだ？あれ？いない。出てますかね。おやー？出ました？僕の角度からは見えないところで出てきたのかも。どこだよ。あれ？あ、これか。あ、これ、これだ。あ、これはね、女の子だね。女の子ばっかりなんだけども。あー、元気。いや、可愛いじゃないの。ちょっと待ってよ。よし。いや、可愛い、可愛い。さっきの子よりもちょっと、大きいかな？可愛い子出てきました。いや、しかし、醜いですね。こんなもんかよ。すごいね。メスはだいたい3センチいかないぐらいなのかなっていうところですね。この子元気。うん、うん、そうだね。さっきよりもちょっと大きいかな。27ミリです。いい感じ。あー、いいね。かわいいですね。はい。こんな子出てきました。さて、3頭目行きましょう。なんか嫌な予感してきました。これ全部メスなんじゃないか？なんかそんな気がしてくるな。こういうね、僕のね、嫌な予感って結構当たるんですよね。はい。行きましょう。まあこれもすぐパサパサだから出そうだな。あ、出た出た。あーははは。やべえ、紛れもないメスじゃないですか、これは。絶対メスだろっていう。はい、メスちゃんですね。あららら。メスだらけじゃないの？オス出てくるのかこれ。はい、このような子です。おー、かわいいですね。はい、こんな子です。あのね、またメスですね。オス出ないかもしれないです、今日。嫌な予感だなぁ。そういうの言ったら大概当たるんですよね。はい、測っていきたいと思います。さっきの子よりもちょっと大きいかな。さっきからそればっかりですね。はい、羽の先端から、ちょっと頭をもうちょっとこうね、伸ばしてくれたら。もっと出るんですけどね。ああ、まあ、でもこんなもんですかね。この子26。おそらく27は出ると思いますけど。こんな子です。可愛いですね、でもね。はい。グランディスよりもちょっとちっちゃいですね。はーい。最後の一頭になりました。ここにおります。ね、ここが洋室。さあ、開けましょう。おっ。はい。さあ最後はドベーと出てくるとこを取っちゃいましょう。オスであってほしいね。一頭ぐらいオスが出てくれたら絵になるんですけど、あ、オスだね。オスですね。よし、これオスだわ。ちっちゃいなちっちゃいな。大きかったら4センチ超えるんですけど、この子はちっちゃい。死んだ冬から目覚めました。オスでございます。よし、一頭オス出てきたぞ。はい、オスちゃんこんな感じ。どうだ？高いやつに似てるでしょ。頭角が、ここね、頭の角。で、胸角、この上ね、これがね、ほら、ちょっとね、高いやつ似てるんですよ、これ。はい、このような子、おっと、角度によってやっぱ変わります。ちっちゃいですね、このオスは。はい、こんな子出てきました。可愛いですよ。はーい、皆さん、この大きさ、小さいですね。4センチはありません。3.5 ぐらいあればいいかなというところじゃないでしょうか。はい、測っていきたいなと思います。頭角で測りますかね。頭の角で。こんなもんですね。はーい、この子なんですが、3.4 です。はい、3.4 の子。かわいいじゃないですか、これ見て。かわいいじゃないですか。こんな子出てきました、これ。あー、
ー、かわいいなー。すごい、いい感じです。いい感じですね。最高ですね。こうやってこうね、かわいいのが手の上に乗ってるっていうのは、なんとも最高な気分でございます。かわいい。じゃあ最後ね、この子、こう、ズームしたりして、いろんな角度から見学していきましょう。そしてお別れしたいなと思います。やった！はい。これがね、ベルティペスヒナカブトですね。どうでしょう、この角。可愛くないですか？そうだね。頭角がですね、こう、根元がこうちょっと太くてですね、先端で二つに分かれてるんですよね。はい。またこの形が結構好きです。なんかこう、なんていうの、フォークリフトみたいに見えません？そしてこの胸郭ですよ。胸の角、これがすごい。これがすごくないか？これが結構好き。あ、バチって言った。はい。これがね、結構僕好きですね。暴れる。ちょっと待って。暴れないね。よしよし。まあ、ね。この子がさ、何してくれてんだって感じですからね。あ、止まった。はい、ちょっとおとなしくね、しておいてほしいな。はい、待って、待って。はい、ここです。ね。この胸郭、暴れる、楽しいな。ごめんね。嫌がってる。まあ、あんまりやるとストレスですからね。はい。すごい暴れるな、お前。そんな暴れなくてもいいんだけど。嫌なんだろうね。話します。はい、上から撮るとこんな感じですね。はい。ずんぐりして可愛いじゃないですか。はい。やっとちょっと止まってくれましたね。うん、もうちょっとこう、本当はね、こう、頭角とかがね、長いんですけど、ちょっと短いかな、この子はね、可愛い感じじゃないですかね。あ、4センチ超えてくるとね、結構立派です。かなりね、見た感じも違ってくるんですよ。そして背中なんですけど、背中っていうか上肢、お腹って言えばいいかな。ね、微妙に毛が生えてるの分かりますか？これがね、反射でいろんな色を表現する、そういう部分なんですよ。よく見れば結構毛生えてるんですよね。はい、とても可愛いカブトムシちゃんでございます。ごめん。どこ行くの？はい、そんな感じ。どうでしょうか？可愛いでしょう。今からこれどんどん浮かしてくるんでね、どうでしょう、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、では今日これでお別れしたいなと思います。またよかったらコメントで感想をお願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。あー、ちょっと映ってない。バイバーイ。